皆さんこんにちは。アウトドアプロデューサーの長谷部正和です。今回もビーパル公式 YouTube チャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。今回はウィズコロナ時代のキャンプの仕方について皆さんにお伝えしたいと思います。ぜひ楽しみながらご視聴ください。よろしくお願いいたします。今緊急事態宣言下およびまん延防止措置下において不要不急の外出はもちろん控えなければなりません。でも今後またキャンプに行ける環境が整ってきた場合、ぜひ皆さんにもキャンプを楽しんでほしいなというふうにビーパルチームそして僕も思っております。そんな中ではありますが、まだまだ新型コロナウイルスの感染拡大防止策はしっかりと取っていかなければなりません。そこで今回はキャンプ場での新型コロナウイルス感染拡大防止策について考えてみようと思います。現在受け入れ側のキャンプ場サイドはもちろん、国や都道府県そして市町村の指示に従いながら万全の注意を払った運営をしてくださっています。今回お借りしているこちらのキャンプ場でも、受付、パブリックスペース全てにおいてそのような措置が取られておりました。でもそんな中、我々ユーザー側もしっかりと感染対策を取っていかないと、感染がどうしても拡大してしまうという現状であります。そこでまずは日常生活においての感染予防と同様に3密を避けること、そしてマスク、アルコール消毒、検温の3点セット、そして出発前の PCR 検査もしくはワクチン接種は可能な方、この3つに関しては、しっかりと対策を取った上で、じゃあキャンプ場でどのような対策を取ればいいのかっていうのを少し皆さんと考えてみたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。さあでは早速話を進めていきたいと思います。今回紹介させていただくのはあくまでもメインとしてここは気をつけてほしいな、気をつけたいなっていうふうに思うところをご紹介させていただきますが、もちろん皆さんでもっとああした方がいい、こうした方がいいっていう策がありましたらぜひそれも実践してください。では行きましょう。キャンプならではの新型コロナウイルス感染拡大防止策です。大きく3つあります。まずは1つ目です。1、キャンプのメンバー。キャンプっていうのはやっぱり何家族かできたり友達同士できたりグループでの楽しみ方が一番楽しいなって感じることが多いと思います。例えば夜のお酒、焚き火を囲んでの語らい、みんなでの食事、そしてハイキングへちょっとキャンプサイトから出かける、全部楽しいんですけれども、今は密を避けるためにもぜひ少し我慢したいなというふうに思っています。そして2つ目、パブリックスペースの使い方となっています。パブリックスペースっていうのはキャンプサイト、あてがわれたキャンプサイト以外のみんなが集まって密になりそうな場所のことを言っています。例えば管理棟や物販、そしてシャワーやお風呂、そして炊事場、トイレ、ゴミ捨て場など人がいっぱい集まりそうなところですね。こういうところの利用はぜひ気をつけなければなりません。例えばマスクの着用、そして使用前後のアルコール消毒、ここはもうマストですね。でもですね、キャンプの場合アルコールに関しては引火しやすいのでぜひ利用と保管に関しては注意が必要になってきますので、ご注意ください。そしてパブリックスペースの利用はなるべくグループ内で1人だけ行くようにするっていうような形で、パブリックスペースの利用人数をなるべく減らした方がいいかなというふうに思っています。例えば水汲み、そして野菜を切ったりする、食器洗い、これは1人で行く、もちろんお子様が一緒で一緒に行った方がいい場合、おトイレ、シャワーも含めてそういった場合は、構いませんが、できる限り1人で利用しに行くっていうことを心がけたいなというふうに思っております。そして3つ目、
ここが大切なところになってきます。今回のメインですね、ウィズコロナの新しいキャンプスタイル、ちょっとここについて考えていきたいと思います。もう皆さんもすでに実践されていると思いますが、ウィズコロナ時代になって持ち物が増えたと思います。こちらはもうマストですね。まずはアルコール消毒、もちろんキャンプ場の中には至る所にキャンプ場サイトからアルコール消毒を設置していただいて、どこでも消毒できるようになっています。でもまだまだ、そのままで大丈夫かというと、他のものを触ってしまう可能性もありますし、相手に感染させてしまう可能性もありますので、随時自分でも消毒ができるようにアルコール消毒を持参してください。そして体温計です。1泊2日でも2泊3日でも、もちろんまずは当日の朝、そしてキャンプ中も必ず検温をするようにしてください。現在でいうと37度5分以上になってしまった場合は、当然朝測った段階でこの体温であれば、キャンプを中止にしてください。でもしもキャンプ場の中で、こういった体温になってしまった場合、もちろん、その他気管支、いろんなところがおかしいなと思った場合は、キャンプ場のルールに従って報告をするようにしてください。場合によってはキャンプ場の自分たちのサイトに待機、もしくはキャンプ場の管理棟に電話をして、救急車を呼んでもらう、もしくは管理棟に行って、管理棟経由で、指定の病院に行っていただくっていう風な場合がありますので、必ずキャンプ場のルールに従って行動してください。そしてマスクですね。特にマスクは予備をいっぱい持ってくようにしてください。なぜかというと、キャンプをしているとどうしても手が汚れてしまうんですよね。でそんな中で、ちょっとマスクがずれてしまったので直そうかなっていう形で直したり、自分たちのキャンプサイトでは3密が避けることができるので、マスクを外して楽しんでいる。でトイレに行くときにマスクをする。そんな時にマスクが汚れてしまったりすると、ちょっと自分自身もそして相手もあんまり気分が良くないかなと思うんですね。ですので常に清潔で綺麗なマスクが使えるように予備を持ってくるようにしてください。これはまずウィズコロナ禍でのキャンプの新しい持ち物になります。続きまして、今度はパブリックスペースの中でも炊事場ですね。料理をしたり顔を洗ったり洗面をしたり、いろいろ活用する機会が多いと思うんですけれども、こちらの利用をなるべく少なくする方法を3つ紹介させていただきます。まず1つ目、これは自宅での工夫になります。ちなみにこれは僕がよく使っているクーラーバッグ、シアトルスポーツのものなんですけれども、もちろん、何でも構いません。で、料理をする時っていうのは当然野菜の皮を剥いたり、お肉のパッケージを剥がしたり、いろんな作業があるので、どうしても炊事場で、作業をする機会が増えてしまうんですけれども、例えば野菜、あらかじめ皮を剥いて予定の料理用にカットをしておく、またはお肉をこういったジッパー付きの袋に入れておくっていうような作業をすることで、かなりの回数、そしてかなりの時間の滞在数を減らすことができるんじゃないかなっていうふうに思っています。そして食材の買い物自体も、もちろん地元、自分たちが住んでるところで買い物をすることになりますので、キャンプ場近隣のところに、密になるような場所にあえて行って買い物をするっていう機会も減らすことができるので、地元の方にもご迷惑をおかけしないで済むかなと思います。これが1つ目。そして2つ目、こちらいわゆるジャグですね。種類は何でも構いません。好きなもので構わないんですけれども、大切なのはこういった形で押すとか引くとかするとお水が出てくるタイプが便利でいいと思います。
なぜこれがあるといいかというと、例えばお湯を沸かしてコーヒーを飲みたい、スープを作るのにお水を入れたい、お米を研ぐのに最後のお水をいっぱい入れたい、そういった時に何回も何回も炊事場に行くっていうことをしないで、自分たちのキャンプサイト内だけで飲用水をちゃんと完結して使用することができるので、こういったものを持ち込んでみてください。そして3つ目、最後ですね、ちょっとこちらが重いのですが、よいしょ、こちらです、ちょっと大きいんですけれども、いわゆるポリタンクに装着するポンプ式のシャワーです、こういった形でシャワーになっています。いろんなメーカーから出ているんですけれども、これがなぜいいかっていうと、もちろんまず受けが必要なので、受けも準備して、そうするとしっかりポンプをすると、こういった形で自分のところにいわゆる水道代わりとして使うことができるんですね。でこうすることによって何がいいかというと、洗い物ね、そして、お米を研ぐ時に何回かお水を出したい、そういった時、もしくは歯を磨きたい、ちょっと顔を洗いたい、手を洗いたい、そういった時に、何回も何回も炊事場に通わなくて済むということです。もちろん受けのバケツがいっぱいになったら最後一回ゆすぎに行かなければいけないですけれども、それを足したとしても、総じて回数が減らせるんじゃないかなと思いますので、ぜひ、活用してみてください、まだまだ工夫できることはたくさんあると思いますので、皆さんなりにいろいろ取り入れて実践をしてみてください。もちろん今までのキャンプと比べて気をつけること、そして面倒だなと思うことがどうしても増えてしまうんですけれども、みんなでこれからも長くキャンプを楽しむためにぜひ協力していければというふうに思っております。皆さんもいろいろな工夫をしてみてください。念のため今日の復習をしておきましょう。キャンプならではの新型コロナウイルス感染拡大防止策ということで3つありました。1つはキャンプのメンバーです。なるべく一緒に住んでいる方たちだけで来るようにしましょう。2つ目、パブリックスペースの使い方、いわゆる人が密になるような公共エリアの部分に関しては使用に工夫が必要ですよというふうな話です。そして3つ目、ウィズコロナの新しいキャンプスタイルということで、パブリックスペースに行く回数を減らすために、ちょっとした工夫をするのの道具、そして、やり方などを紹介させていただきました。そして新しい持ち物もそうですね、こちらはぜひ実践するようによろしくお願いいたします。皆様いかがだったでしょうか。この今回のチャンネルに関しても皆様のお役に立てたら嬉しいなというふうに思っております。どうもご視聴ありがとうございました。ビーパル公式 YouTube チャンネルの登録、そしてこの動画へのいいねをよろしくお願いいたします。これからもですね、どん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 皆さんにお役に立てるような動画を作っていきたいというふうに思っておりますので、こんなことが知りたい、このやり方、こんな道具のやり方、こんな道具の使い方、どこどこのキャンプ場のいい場所を知りたいなどなど、何でも構いませんので、皆さんのご要望をぜひ動画のコメントのところに残していただければというふうに思っております。それでは、今回のこのウィズコロナ時代のキャンプの仕方終了とさせていただきます。皆さんどうもありがとうございました。